米国のプロレスラー。かつては、岩やドリームウェーブで活躍し、現在は WWE に所属。2008年に、岩で、プリンスムスタファーリの名前で登場。それ以前までは、BCW や NWA などでプリンスアリや、アルトの名前で活動。2009年には、フリップ・ケンドリック、ルイス・リンドン、アメージング、レッドとフェイタル・ヨンウェイ戦で勝利し、ジャポ、 ライトヘビー級王座を獲得。2016年に入ってから頭角を表し出し、ドリームウェーブなどで3つもベルトを獲得する。2016年、WWE クルーザー級クラシックに、パキスタン出身として参加。1回戦で、リンセドラドと対戦するも敗北。12月12日、205ライブに初登場。リンセドラドと対戦し、ダブルカウントアウトで終わる。 その後、ミスター450を相手に、本格デビューし、リバース450度スプラッシュで勝利。2019年3月にリングネームアリエと、マイナーチェンジ。9月には WWEIC 王座を当時保持、していた、中村晋介と王座戦を行うが敗北を喫する。2020年7月に、ローから、スマックダウンへ移籍することが正式に発表された。ありがとうございます。